お、すごい、みんな察しがいいね。ゲスト、次こそ。ハサミは誰かな。特別イベント、キャストの絆を強くせよ。アフレコもこれで大丈夫。絵が可愛いですね。そうですね。なんかすごい、めっちゃ社会人みたいな。スーツっぽい服装してるけど。はい、ということでこちらはですね、はい、今から出されるお題に対して全員があえて答えが被らないように回答をしていきます。仲良くなれるんですか？あれは俺も打ち合わせの時ちょっと思ったけど、はい、ま、あの人ならこういう回答をするなというある意味予想して、なるほど、ようよう頭を使えってことか。予想してそれを回避しながら全員が被らないように回答していき、回答できたら1ポイント、あ、なるほど、はい、これ全4問やって、はい、獲得したポイントによって豪華なご褒美が今回はもらえるらしいと。金か金か金か一番金が命みたいな。そうだな。すごい、巣が見えてきて面白いぞこれ。はい、ということでね、こちらポイントによって何がもらえるのかという情報がこちらになります。はい、あら、なんか、はい、3から4ポイントで超高級ハロウィンスイーツ2ポイント、ハロウィンタピオカミルクティー1ポイント、ハロウィンキャンディー、そして0ポイント、よく見ますね、激苦センブリ。じゃあ、0ポイントは避けたいですね。じゃあ、そうですね、てかこれを見て思った、ハロウィンだね明日。ハロウィンか、そっか、ハロウィンだよ。はい、ここで最後にハロウィンらしいことができてよかったね。いや、わかんないですよ、まだ激苦センブリじゃなくても。いやいやいや、だから答えを外せばいいんでしょ。それフラグですよ。嘘。でも確かにね、はい、合わせるよりは比較的 ね、そうそうそう、うん、でも全員が外れなきゃいけないから、うん、そうですよ、うん、あ、そっか、誰か、まあまあ、じゃあとりあえず1問目いってみましょうか。はい、はい、そうですね、はい、まず1つ目のお題が、はい、イベントで無人島に飛ばされました、うん、生きるための必需品といえば何、あ、これを被らないように、はい、あ、でも、あの皆さん、一応必需品として考えられそうなものじゃなきゃダメです。あ、自分でちゃんと説明できるよ。もちろんです、もちろんです。なるほど。え、必需品、あー、でもそ、あれだな。大丈夫、生きてます。すごい考えてるの。無人島行きたくなさそう。いや、行きたがる人いない。確かに。むしろイベントに飛ばされる、あ、違う違う、無人島に飛ばされる。イベントに飛ばされる、イベントに飛ばされる、無人島に飛ばされるイベントってないやって思ってた。確かに、やっぱダーウィンズゲームだとあり得るかもしれないですよね。そうですね、ダーウィンズゲーム第1回イベント、無人島で無観客イベントですね。無観客。アブマさんに、ね、みんな頑張ってスケジュール号を合わせないようにしちゃうよね。ビクビクしちゃいますよ ね、はい、これはどうしよう、一斉に出した方がいい、一斉にっていう順番に、順番に、はい、それじゃあまず、まあ、僕からいきましょうか。はい、はいはい、小林が無人島に必需品なもの、こちら、音楽プレイヤ ー、 おー、なるほど、なぜですか。いや、これはあの戦いとかには使えないかもしれないけど、はい、僕、音楽がないと精神的に不安定になっちゃうんですよ。本当に、本当に、無音とかって苦手で、何かしろ音がないと、うん、ダメなんです。だから精神を安定させるためにも音楽プレイヤー欲しい。なるほど、はい、これは確かにいいところですね。確かに、さすが先生、ありがとうございます。じゃあ続いて生徒たちいきましょう。はい、じゃあまず生徒たち、上様、はい、はい、お願いします。じゃん、ヘリコプター。ちょっと待ってください。あれ、あの、もしかして脱出されてるんですか。すぐさま帰りたい。ちょっとあの、そもそものコンセプトが違うんだけどな。ちょっと一応聞こうか。すぐ帰れるように。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ大森さんお願いします。マイクレベルが違う。私はこれ、うまい棒一生分。いいの、それ、ね、本当に一生分持ってけるかな。やっぱ食料としてはこれうまい棒主食でいいんで、一生分、軽いしうまい棒軽いし、一生分抱えて私は無人島に引きこもろうと思って。一日何本ぐらい食されるんでしょうかね。一日やっぱ3本3本で、朝昼晩、朝昼晩3本あればいいんで、じゃあだいたい月に100本ぐらい、これ1年で12だから1200本で、20人ぐらいいるとして、あー、だいたいそうですか。ヘリコプターで持ってきてもらえないですか。確かに、輸送します。どうかな。だったらヘリコプター乗り込めよ。最強じゃねえか。
はい、ということで食料を選んだ大森さん、はい、はい、じゃあ続いてタクお願いします。生き抜くためってことですよね。もちろんです、生きるんだぞという気持ち、ね、そう、一応ね、絶対大事、一応必需品って死なって書いてあるんだよな。いやいや主人公っぽいこと言ってる、ね、一番やっぱ主人公になれなかったこの気持ちをやっぱそのあもう生きれないかもなって思った瞬間が最後ですから、無人島は。あ、なるほどね、うん、なるほどね、生きなきゃ、生きなきゃでさっきから生きるというのが全くないんですけど大丈夫か、生きられないぞ、はい、じゃあ気持ちが一番、気持ちが一番、はい、まあ、精神論も大事です、うん、はい、じゃあ最後に花森さんの見てみましょう、お願いします、はい、絶対被らない、けん玉しかもさ、ちょっと待って、先生、先生、はい、どうぞ先生、あの、もう一回見せてもらっていいですか、花森さん、花森さんタイムアップです。花森さんの、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。はい。すごいですね。お金に引っ張られちゃった。ちょっともうお金のことしか頭に。怖い感じに出しちゃったよ。なんて読むんですかそれ。けんなんて。玉ボール。すみません。じゃあけん玉ボールって何ですか。そうですね。まあ、センスそうだと思います。いや、私、あれ無音だと生きていけないからけん玉ついてないと生きていけないあの、カッコンカッコンって音で生きるってことそうなるほど、小石さんと同じいや、でも、このお題をやるにあたって、うん、説明できるやつ、せめてね、違 う, そ う, そ う, そうバラけるとしても説明できるやつがいいですよってスタッフさんが言って、はい、例えば、けん玉みたいに、うん、それはもう絶対いらないだろうみたいなやつは書かないでくださいって説明がありましたよ、ね、たでも、けん玉ボールだからけん玉ボールって何まあ、でもね、まあ、やっぱ音が大事っていうのは僕も共感できるから先生的にはありよりのある先生優しい先生がめっちゃ優しい、はい、まあ、ありですよね、先生がありなら、はい、ということでこちら判定の方はどうでしょうか。あ、大丈夫、優しい、優しい、スタッフさんも優しいし、幸せな世界だね。いや、いいですね。お、よし、とりあえずセンプリちゃん逃げられたからこれで、これでじゃあサクサクいきましょう、はい、余裕だ、余裕ですね、余裕だ、はい、街の中で戦闘開始してしまいました。隠れる場所に最もふさわしいところは、どうしよう、これは意外と難しい、めっちゃ難しい、被らないようにですね、被らないように、被らなければいいんですよ、被らなければいい、そして説明できればいいです、あ、はい、わかりました早いな、めっちゃ早い、すぐ思いつきました、引っ張ってたまだ無人島で花子ちゃんに一人けん玉持ってこう入れ姿が面白いなと思った、ほら、でも何か遊ぶものがあった方がきっと、ね、産地が下がらないで済む、産地はずもうかけた、早いですか、待って待って、隠れる場所です、これ難しいですね、うん、絶対被らない、結構ダーウィンズゲームどこ行っても危ないじゃないですか、そうですね、見つかっちゃいますよ ね, 見つかっちゃいますから、うん、これは難しい、どこに隠れればいいんだろう、はい、OK です、はい、皆さん書けましたか、書きました、じゃあ今度は逆に行きますか、はい、じゃあ花森さんお願いします、ミニストップ、なんで？なんで？ピンポイントだな。いや多分なんかファミリーマートとか、うん、セブンイレブンっていう人ちょっと多そうだなって思って、うん、ミニストップに逃げてみました。もうちょっと結構狙撃されやすいぞ。でもミニストップお惣菜が美味しいんですよ。うん、ああ、ね、戦闘中にお惣菜食べるんですか？確かに最後の晩餐になるかもしれないから。そうそうそう。はい、じゃあミニストップ、じゃあ続いてタグ。はい。はい、図書館。おお。なぜ、死後現金なんで。なんかすごいお行儀のいいプレイヤーばっかだな。やっぱりやばい、どんなにこう、おらん、お前覚悟しろとかって来ても図書館に入ったらもうお静かに館長がいるんだ、館長がいる、館長なんだ、銃声とかも出さないだろうと、走るのもダメだし、すげえ、もう自分も逃げられないけど。はい、歩いてる、 OK です。じゃあ続いて大森さん、はい、私は六本木の大江戸線は、はい、説明します、はい、めちゃめちゃ深いじゃないですか、地下、はい、もうすごい深いんですよ、ですね、だからスナイパーってやっぱ上から狙ってくるんで、うん、もうだからスナイパーにも多分狙われないかなって思って、なるほど、今までで一番説得力、やったーやったちゃんとゲームして戦う、素晴らしい、じゃあ続いて上ちゃんお願いします、はい、カウンター、ミニストップのカウンターですか？ちょっと説明お願いします、一緒になっちゃう、一緒になっちゃう、こうカウンターに座ってるとお顔が見えない
ちょっと待って待って、あのバーのカウンターのあれですか。あ、そう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 、お客としての席ってことですか。そう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 、うん、に座ってれば、うん、マスターにしか顔が見えないから、うん、え？戦闘ってしてますね。でもほらバーってほら静かにしてないとやっぱこう周りに死後現金だからね。確かに攻められちゃうから入れないじゃないですか。そうか、確かに、はいはい、ね、手を挙げろって言って言ったらいい雰囲気になってる人たちにね、睨、ね、まれちゃうからね。じゃあ帰りますよね、壊しちゃうから、ね、いいですね、助け合いいいですね。はい、じゃあ最後僕こちらです。はい、はい、マンホールの中一番大統領じゃない。そうです、さすが先生ですね。自分で言ったら素晴らしい先生、さすが。でも説明は大体ね、あの大森さんのと似てるのが近いに似てるっていうね。はい、ということで出揃いましたが、はい、これは全員揃ってなかったということで、はい、成功です。やった、いけるぞこれ。よっしゃよっしゃ、すごいな。逆に合わせられる気がしない。確かに確かに、そっちの方が難しい。じゃあ次行きましょう。はい、敵を倒すために有効な武器といえば、これは武器ちょっとこれは怖いな。武器なんだろうな、武器。いや、これいそうだな。もう一個考えるか。逆にこれはいない気がする。逆にいない、うん、まだかな。あ、終わってる。これははい、OK です。はい、はい、じゃあ今回変則的にしましょうか。あれ、あのやっててください、書いてますね。はい、じゃあまずは、じゃあ大森さんからいこうか。お、はい、どうぞ。はい、これ私実際使ってます。95式アサルトライフルで、最後は拳です。はいはいはい、花森さんどうぞ。いいですか先生、はい、実際に使ってたってどういうことですか。あ、そこか、そこか、そこじゃないんだよな。あのですね、95式はやっぱ、うん、あのカスタム幅も広くて、カスタム幅、はい、結構そのちゃんといろいろつけられるし、うん、マックス65発も出るし、はい、あと4スコとかつけちゃうと、もう遠距離からも狙えるんで、でも殺傷能力も抜群、うん、でも、はい、あの安全縮小地帯がこう縮んでくると、うんうんうん、やっぱ最後は拳でドーン。なるほどね、って感じで、はい、ちょっと貸してもらっていいですか。え、何ですか。あ、先生、はい、先生、漢字間違えた。先生になった。いやでも素晴らしい説明だった。ちょっと8より何言ってか分かんなかったけど、はい、うん、じゃあ続いていきましょうか。はい、はい、じゃあタク、やっぱりこれですね、仲間との絆。お前概念多いな。主人公になりたいんだ。ちょっと説明聞こう。ちゃんと武器で、ちゃんと武器で。いや、怒られる。ダメ出し来ちゃったよ。結局いろんなそのものの武器とかありますけれども、一番結局戦場で武器になるのって仲間なんですよ。仲間との絆がをあのしっかりしてるクランこそが最後ダメですか。いや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 、でも大事大事。武器ですよね。そうそう、武器。綺麗事じゃ生き残れないって言いたいんですよ。彼は、あ、主人公になれないタイプですね。厳しいな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてハンマーさん行こうか。じゃん、鉄線。あ、鉄の扇、はいはい、そう、あれ、あ、仲間だよって言って、あ、熱いなって言って近づいてって、最後はサクッと、作戦が怖すぎます。今日は熱いね、サクッて。笑顔なんだよな。笑顔すごい。でもね、一ついい。あの鉄線めっちゃ重いから仰ぐのめっちゃ大変だよ。そうなんだ。すっげえ筋力使うから。そうなんだ。しかもなんか銃刀法違反になっちゃうっていうことが言われた。そうなんです。鉄線お飾りかと思ったら銃刀法違反で捕まるって言われて、そうなんだってびっくりして書いちゃった。持ちたかったんですねっていう。皆さん、ね、鉄線の持ち歩きには気をつけて。軽いの待ってます。はい、じゃあ続いて僕が行きましょう。はい、はい、こちらですね。ハイパーヨーヨー。武器になります。ハイパーヨーヨーやべえよ。え、そうですか。そうだよ、だってすっごいテキサスカウボーイとか言った瞬間にね、多分3人ぐらい投げ払えるから。すごい。そうそうそう、もうアラウンドザワールドとかやったら後ろの席もバスンっていってる。先生ならけん玉ボール使いこなしてくれる。そう、いやでもけん玉って書いたら多分被るかなと思って。あ、確かに。武器になるから私絶対誰か書いてくれると思ってやめたのに。なんでそこ人に頼るから。あなたのものだよ。はい、ということでハイパーヨーヨー、はい、じゃあ最後、はい、以上お願いします。はい、
ロケット。お前、いや分かるけど。最終的にはロケットに乗せて宇宙まで飛ばしてしまえば、うん、宇宙に行ってしまうので、うん、塵になる。逃げるんじゃないんだ、飛ばすんだ。そう、脱出じゃなかった。脱出じゃなかった。はい、はい、ということで全員あの不一致ということで、はい、OK、はい、あ、OK、やったー、はい、OK、もう最後、はい、いきますよ。最後のも、はい、あったら手に入れたいシギル。はい、もうサクッといきます。どうしよう。難しい。夢が広がる題材ですね。そうですね。こんな超能力があったらね。ね。よし。じゃあ、かけたんで行きましょうか。お、自ら。じゃあ、最初、タッから行きましょう。どうぞ。これは本当に切実にですね、僕。不眠。寝てますか、最近。いや、結構僕寝てから起きるの苦手でして、やっぱ不眠ってやっぱり時間もすごい有効に使えるし、なるほど、起きなくていいっていうのの幸せ、僕不眠が欲しいですね。なるほど、はい、OK です。はい、はい、じゃあ続いて大森さんいきましょう。はい、私はやっぱレインなんでラプラスとセックスピストルズ。おお、うん、聞いたことないですね。分かった、レイン要素は一つあるんですけど。レインだからって流れで、やっぱり語ってください。あの、全てをやっぱ予想しつつ、うん、脱出経路をね探りつつ、うん、やっぱこのスタンドを使って、うん、あのこっちは攻撃銃でね攻撃してもらえればもう最強かなと思って、ピストルズに攻撃は任せて私は逃げます。なるほど、シギルって言ったのにスタンドって感じ。いろいろこの垣根好きですね。僕は好きですよ。先生は受け入れてくれる、優しい、はい、じゃあ上ちゃん行きましょうか。はい、夢の国。ちょっとこれ気になるね。気になりますね。どんなシギルだい。みんなを夢の国に連れていくシギル。ハーメルみたいな感じ。ランドするのシギル。どっちだろう。でも楽しそう。よかった。楽しそうですね。ピューロっていう選択肢もおね、ありますから、いろんな夢の国がね、うん、ありますからね。それぞれに合った夢の国に。そう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 、皆さんの好きなところに。いつでも連れて行きます。素敵、すごいね、みんななんか寝る変な感じでいいね。ほんとごめんなさいね。え、はい、待って、見ただけで殺せる右目、見ただけで蘇る左目。12秒全開よ。こじらせすぎです先生。先生何になりたいんですか。え、だってさ、死と生を両方宿せるなんてさ、最高じゃない。そうですね。そんなに言うなら見せてもらおうか。ハーモリ君、え、もう私完璧な回答用意しました、ね、はい、いきますよ、うん、もう見ておののけ、聞いておののけ、なんだ剣道を守るじゃん。ここ出たよ。はい、はい、ということで、はい、デイビッチ見事4ポイントクルマックス。はい、知ってたもん。ということで、はい、ということで以上、特別イベントでした。一旦ここで CM です。ね、来たい？